はい、皆さん、はじめまして。はじめましてじゃない方も、はじめまして。今回からですね、デビルメイクライ1、初代のデビルメイクライを、プレイさせていただこうかなと思います。でですね、一応、未プレイではないです。ちょっとだけ、操作の感覚を取り戻すために、プレイだけさせてもらって、で、間違ってセーブデータを作ってしまったので、一応ニューゲームで始めるんですが、そのデータを作ったところにまたセーブをさせていただこうかなと、いったような形で、ではニューゲームで、スタートで、行きましょう。で、ムービーだったりこういうのも飛ばしていきます。で、あんまりもう本当、さっきちょっとやったんですけど、こういうのとかはギリギリ覚えてたんですけど、ほぼほぼ記憶がない。そしてもうめちゃくちゃ下手でした。正直。ロックマンを見てくれた方ならわかると思うんですが、めちゃくちゃ下手です。なのでちょっと、まあ、そういったプレイヤーだということを念頭に置いて、見ていただければなと。で、実況、あんまり喋らないんですよね。ですよねっていうか、あんま喋るのが得意じゃないので。で、特にこういう難しいアクションゲームは結構黙ります。で、ここは、レッドオーボ45個集めて、進めばじゃない、45個集めると、進めると。今30個で、この固定カメラの視点で進むゲーム難しいんですよね、本当に。どこだったっけな、あのブルーオーブはまだ確か取れなかったんじゃなかったっけな、あれ取れるんだったっけな、取れますね、取れました。さっき取らずに進んでたんですが、なるべく早めに進んでいきたいんですが、サクサクでいきたいですが、どうでしょうか。なかなかそういうわけにもいかず、あ、どうだろうな。S ランクとかはなかなか取れないんじゃないかな。で、ここに鍵があると。はい、飛ばします。で、下に下がって
ていって、ここかな。ここはね、さっきちょっとサクッとプレイした時にやったんで、まだ覚えてるんですけど、で、ここに、あれ？で、HP が増えると。ここで大乱闘スマッシュブラザーズですよ。扉の奥のやつ取り損ねちゃったな。はい、オッケー。これでとりあえずミッション1が終わりかな。お、ランク A。ここにデータ作っちゃったんで、ここにセーブしていきます。次のミッションもやっちゃおうかな。ビラビラー。いいや、アラストロ先に取っちゃおう。飛ばしまーす。で、ここでショットガンが手に入ると。ショットガンは、テンポよく打てると強いですからね。テンポよく打つと。スルーしていきましょう。
速い、ショットガン強い。落ちる、通る、回る。入る、通る。すると、はは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 は。何笑てんねんっていう。飛ばしまーす。ああ、すいません。ちょっとマイクに手が当たっちゃった。ショットガンあるとほんとこの人たち楽なんですよね。今こいつらっていい、まあ別にどっちでもいいんですけど。まあいいや。はい、こんなもんかな。じゃあとりあえず今回はこのぐらいでやめておきましょう。ここで一旦切ります。 ここまではさっきやったんで、まあサクサクと来れましたが、このあとは未プレイっていうか、もう15、6年ぶりぐらいです。確か。なので、もう、そりゃひどいことになると思います。ご容赦ください。というわけで、これ以降も、デビルメイクライ実況、お付き合いいただけたらなと思います。チャンネル登録、高評価、低評価、コメント、どんどんお待ちしております。それでは、バイバイ。